続いてまたバック走行に入りましてですね、あの搭乗口まで戻っていきます。あえて回転せずにこのバック走行を500キロ体感してみたいと思います。やっぱり若干のね、後ろ向きだと若干の重力は感じますね。いやー、ただリニアは基本的にトンネルを走るので、ここがね、お見せしたかったんですけど、あ、さ、150キロになりますよ。浮上走行に移ります。さあ、どうですか、このゴーっていう先ほどのなんか雨音と合わさって、多分お気づきになったと思うんですけども、こうゴーっていうところから車輪の擦れる音からボーンって語彙力、アナウンサーなのに語彙力、そのボーンってちょっとね、こう響く感じ、これが浮遊走行の証です。こう、さあ、そしてどんどん上がっていきます。まもなく250キロ。しばらくね、この音お楽しみいただきましょう。タイヤでの走行に移ります。さあ、今揺れましたね。お客様にお知らせいたします。リニアは間もなく乗降場に到着いたします。はい、お忘れ物のないよう身の回りを確かめください。この後皆様にはリニア車両を間近でご覧いただきます。係員の誘導に従い順にお進みください。本日はご搭乗いただきありがとうございました。このね、ご搭乗いただきっていうのもね、超ポイントなんですよね。自動アナウンスをちょっと私もやらせてもらってるものですから、いいですね。ご乗車ありがとうございましたじゃなくて、ご搭乗いただき、いや、パイロット感があります。さあ、ということで到着です。あっという間楽しかった。